すいません、あ、このタクシーペイペイ使えます？あ、よかった。ちょっとすいません、現金あんま持ち合わせがないんで、すいません。あ、そうなの、はい、はい、あ、全然もう全然申し訳ないです。最近ちょっと来てるんで、はい、僕最近僕来てるんで大丈夫です。ちょっとお言葉甘えて直してもらおうかな。いや、全然、はい、よかった、ペイペイ使えて。結構使えるタクシーも増えてね。あ、そうなんですか、ペイペイ、はい、使ったのかな、現金しか買ったことないわ。便利ですよ、やっぱキャッシュレスって。キャッシュレスいいですか。もうめちゃめちゃ楽ですね。へ、小銭がないと財布が軽いじゃないですか、ね。ああ、確かにね、そうですね。小銭が、ね、小銭が多いと、うん、僕後ろポケットに入れるんで、財布は、はい、後ろポケットに、後ろポケットに入れるタイプなんで、はい、小銭で財布が重いとやっぱこうへこんじゃうんですよね。なるほどなるほど、そうか、腰ばきになっちゃう。腰ばきになる、はい、財布で、はい、えー、そうなるとやっぱダサいじゃないですか。それ大変ですね。そっか、じゃあこれキャッシュレスですね。すいません、もうだからもうキャッシュレスです。なるほど、はい、じゃあちょっとね、ありがとうございます。いやー、でもね、すみませんね、てか嬉しいですね、なんかこうお話できて、なんか僕はほんまに思ってます。いや、めちゃめちゃ思ってますよ。どうなんですか、その、はい、配信者とか、なんかそういうゲーム実況、はい、まあね、その、それこそ M1、はい、M1 じゃない、そのポケ1か、はい、M1 のね、ポケ1ね、はい、出ていただいて、まあ、そこでちょっと軽くご挨拶させていただいて、はい、いや、そうですよ、僕も、ね、向こうさんいるんだと思って、ね、あ、知ってくださって、もちろん知ってましたよ、はい、そうなんですか、それはめっちゃ嬉しいです。ただその僕が思ってた以上にモコウさんって人気者なんだっていうのはポケワンの時思いましたけどね。マジか、いや、はい、えー、そんな、なんかこう審査員でこうバーってこう最初に登場してくるじゃないですか、はい、皆さんが、はい、で最後がモコウってバーって言った時にうわーってなってたんで、お客さんがあ、すげーと思って。いや、それありがたい話、めちゃめちゃ、だからそんな方とね、こんなところでまさかタクシー一緒に乗れるなんてタクシーに ね、うん、一緒のところに行けるなんて、次の目的地も、はい、いや、そうですね、本当に。お笑いとか見ます？お笑い、はい、お笑いはここぐらいまでちょっと見てたんですよ、はい、それこそなんか爆笑レッドカーペットとか、はい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 、ああいう分かりやすいのを見てたんですけど、はい、最近どうでしょう。あ、でもそのヤーレンさんの、あの、はい、今の漫才とかは見させてもらったし、 あの、はい、ポケモンの時にやっぱ思ったのが、ね、はい、ネタのクオリティがすごいなっていう。すごいし、なんか、はい、なんかポケモンこうね、ある程度ガチでやってる人からしたら、はいはい、こうなんていうのかな、ね、うわ、そのネタぶっこんでくるんかみたいな、ドラバルドの最速実数値がどの頃みたいな、はいはいはい、ああいうのを漫才でやる人いるんやったので衝撃受けました。本当そうですね、やっぱあの会場にいたのがポケモンマニアなんで、やっぱバカにされたら嫌だなっていう、なんか。なるほど。でも、ちゃんとこれでガチでやってる人なんやみたいなのが。いや、全然ガチでやってないですよ。本当にそれこそ、モコウさんとか、はい、あの、いろんな方のポケモン実況、僕、見るのが好きだった。あ、見るのが好きだ、はい、自分でやったりは、うん、ほとんどやってなかったです。あ、そうなんですか、はい、なんか意外、コロナの時に、それこそもう何にもすることがなくて、はい、我々芸人って。あ、そうですね、そのライブとか、ね、はい。ライブが全部ダメになったり。おで、やることもないからと思って、はい、いろいろこう YouTube 見てた時に、うん、こうポケモンの対戦動画がたまたま流れてたんですよ。あ、この時か。で、その時に、うん、あ、今のポケモンでもこんな感じになってるんだと思って、うんうん、そうっすよね、けん、多分コロナの時代だったらケンタテ、はいはい、ですよ、多分ソードシールド、はい、ちょうどスイッチに変わったから、はい、ね、その 2D から 3D になってね、なんか、うわ、すげえと思って。そうっすよね、確かにそう、うん、で、みんながなんかそういう熱い話をしてて、はい、こんな奥深いものになってたんだと思って、そっからこういろいろな対戦動画を見て、で、それこそその中にモコウさんもいて、ああ、そうなんや、それはありがたい話です。ゆっくりを使用しない、やっぱストロングスタイルで喋り続けてるっていう、はい、ああ、そうですね、ゆっくり、はい、あ、そっか、ゆっくり実況ね、はい、なんか肉声とゆっくり実況でいろいろ派閥がありますけど、うん、肉声派ですもんね、モコウさん。僕はそうですね、はい、肉声派、まあ、はい、そうですね、まあ、昔なんかは結構でもなんていうかな、なんていうんですか、ゆっくりとこう肉声をこう混合させた、はいはい、ちょっと、まあ、漫才動画みたいなのもやったりしたことあったんですけど、うん、あの、普通になんか思んなかったんで、俺自分の中でこれはもうこれで最後だなみたいな、あ、もうやめちゃいましたけど。
やっぱ一人で喋ってるのが性に合ってた。性、まあ、に合ってたら楽楽編集も含め、もう編集も含めても、うん、結構だけど取って出しっていうか頻度多い高いですもんね僕は。まあそうっすね、うん、なんかやっぱ、うん、動画を、うん、毎日上げてないと不安になるんで。その俺結構、はい、そのいろんな方の対戦動画見て、その、はい、いい試合を、はい、だけ採用してる方とか、ああ、いるいるいる、はいはい、もこさんちゃんと負けもやってくれるんで、そこ好きなんですよ。確かに、まあ、それはそう、うん、でも、けそうなん、他の人のスタンスあんまり分からんけど、うん、で どうなんやろ、あんま他の配信のやつ、人見ないですか。まあ、見る時もあるんですけど、はい、なんか、見ちゃうと、はい、自分が同じ方のポケモンをやろうとした時に、はいはい、なんか意識しちゃうんですよね。パクリと思われへんかみたいな。なるほど、うん、なんかそれでちょっと 見づらい部分もあったりするんですけど、うん、もう結構型とかもオリジナルで考えたり、結構そうかなりそうオリジナルで、そう、そうなんですよね、まあ、そうですよね。もこさんマイナーポケモンですね、うん、ほぼほぼ、まあ、マイナーポケモン使うのが結局やっぱウケるんですよね、うん、いやそうです、僕結局見ちゃうんですよね、うん、なんか羽ばたく神の新しい方考えましたって言われても、やっぱ元のスペック高いしな。いや、まあそう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 なの。そういうのもう、ね、そのガチ勢にやらしとけばいい話で、うん、俺はできんのもそういうマイナポケモンも無理やり活躍させるっていう、ね、うん、でそこでやっぱ活躍できない回も見れるから、やっぱ僕としてリアルで楽しいですよ、ね、あ、そう、そういう声すごい貴重ですね。あ、本当ですか。そうなの、うん、俺の中でも苦し紛れなんですよ、もういいのが取れないからまあギリギリ、まあ、負けたけど、まあまあ許容範囲かみたいな。いや、そうですよね。なんかそこがめちゃくちゃリアルで、で更新頻度も高いから、まあ仕方ないかという落としどころもこっちにもあって、あ、それは絶対毎回活躍できないよな、特にこの環境じゃって。でそれでちゃんと活躍できる回があって、あ、やっぱすげえっていう。あ、そうなんすね。それはそこはめちゃめちゃもこさんの実況だから面白いですね、見てて。うわ、なんか、はい、普通になんかこう見てる人の貴重な意見として、はい、あんま交流ないですか、こうやって。その交流ですか、はい、はい、そのファンの方とオフ会みたいなこともやんないですか。オフ会は、まあ、あんまないですかね。あ、ないですか、うん、ファンの人とこう直接話す機会って結局やっぱ生放送でコミュニケーション取れちゃうじゃないですか、やっぱ配信してるから、はいはいはい、そういう場で十分かなっていう。あ、でも面と向かってイベントとかは別に、うんうん、あ、でもなんか最近はちょいちょいなんかゲームのオフラインイベントが増えてきてて、はいはいはい、そういう場でこう、うん、まあなんかこうね、なんですか、こう生の声を聞く機会は増え、はい、まあ、ちょっと最近あるから、はい、あ、まあ悪くないなっていう、そういうのも、もう文字というかこう、ね、ちゃんとした人がこう応援してくれてるようになったら実感できるんで、うん、あ、確認できますもん、ね、確認できますね実際そのチャットだったらね、うん、その見てる人がよく分かんないですよね。そう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 。でももっこさん、さっきも言いましたけど、はい、その需要絶対あるんで、はい、もっと前に出てきて、はい、なんかイベントとかやった方がいいとは思いますけどね。イベントか、稼げますよ、もっとイベントやって。いや、イベントね、やりましょうよ。なんか人前出て、はい、なんか何をするんって話なんですよ結局やっぱ、はい、ま、ね、そのやっぱ芸人さんって人前出て、はい、やっぱ技術じゃないですか、はい、言ってた、ま、漫才って技術を見せる仕事だと僕思ってますよ、はいはいはい、やっぱそれ相応にね、お金払う価値あると思うし、はい、やっぱすごいこうね、うん、なんでもその場を来た人の満足度みたいなのね、はい、高いと思うんですけど、ゲーム実況者って、はい、で家で防音室一人こもって、はい、ゲームしてるだけなんですよ、パソコン向かって、はい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 、でそれをこう人前で見せたところで、これネットと何が違うんやろ、なるほど、はいはい、なんかすごい抵抗があって、はいはいはい、そういうことありましたよ。なんか昔なんかはこうイベントに呼ばれて、はいはい、なんかこう向こうさんゲーム実況してくださいみたいな、はい、なんかやっぱこうしっくりこないですね。なんか照れちゃうというか、はい、見られながら、うん、ゲーム実況みたいなのってすごい違和感が、ああ、なるほど、っていうんですかね。でも結構やってみたら楽しいと思いますよ僕。そのリアルな反響が返ってくるじゃないですか。それこそポケモンやられたーって言ってる時に、みんなも見ながらあーって言ってるんですよ。だから、あ、言ってんのかな、動画とか僕結構言ってますよ、おーとかでちゃんと変な巻き方したら笑ったりとか、なんかそれを浴びるって結構な快感でもあって、うん、そうそうか、だから僕も最近ありがたいね、収録とかで結構番組とか行かしてもらって、はい、そうか、収録、はい、テレビでスタッフさんしかいないですよ、うん、そのお客さんが。だからパッてなんか自分的には結構面白いこと言っても、はい、薄い反応だったりするんですよ。うわ、それしんど、そうそう、結構だから反応がない中やり続けて、はい、だからもこさんとか逆にすごいなと思って。逆にそういうのがもうないからかもしれないです、はい、自分が今滑ったっていう形の感じなんですけど、はいはい、
受けなかったなみたいなのを多分リアルタイムで感じると、はい、そのままテンション下がっていっちゃう。僕いや そんなことないと思いますけどね、うん、全然。だから、うん、意外と、うん、そもう一人で収録してるのが向いてるのかもしれないです。なんかいやでも一回やってみてください、ね、たまんないと思います。やってみようかな。お客さんがバッて湧く瞬間ますか、はい、気持ちいいですか。やっぱりやっぱ気持ちいいですね。 M1 の時とかあれとどうでした。なんか M1 の時も、はい、なんか思ってたより反応ちゃんとあったんで気持ちよかったですね、うん、気持ちよかったですか。すごく、はい、そうっすよね。あんなやっぱこうここで笑いが起きれろってこう思い通りのリアクション来て、はい、やっぱあれなんですか、脳汁じゃないですか。やっぱいや出ます出ますめちゃめちゃ。マジですか、はい。なんか準決勝とかだったらそれこそ決勝は200人ぐらいなんですよ、観覧のお客さんって、うんうん、でも準決勝とかで800とか集まってるんで。 800?、はい、800人、はい、でそれがボーンって振った時にうわーってなりますから、ね、すげえ、それすごいな、はい、ちょっと想像できへんな。でも滑ったり滑ったり絶望なんですけど全然ウケてないじゃんっていうそれもそれもなんか後々面白くなってくるんで、うん、あなるほどね、はい、うん、そういうのじゃあその要はまあ漫才中にこう自分の勢いというかテンションに影響は特にしない。僕そうですね。しないですか。うん、もうなんかそれすごいわ、はい。なんか見てもらってたら思ったと思うんですけど、はい、もうずっとなんか喋ってるじゃないですか。ずっとそう一生喋ってる。すごいな。なんか自分の世界入ってるんやなっていう。だから僕受けようが、うん、ここ滑っては大丈夫大丈夫、あの2秒後にまたボケるからみたいな感じでやってますよ。はあ、いやメンタルがメンタルがすごいなんか。2秒後また来るからみたいな。こっちでなんとかすりゃいいかみたいな感じなんで。うん、はい、山川さん見たいですけどね、なんか一緒に何かやりませんじゃんイベントどうですか。いや多分その、はい、技術的に多分合わせられないと思います。僕がそのやっぱやれね、その奈良さんのその、うん、トーク技術にね、この自分でも全然そもそも技術で思ったのが、はい、やっぱこれ滑舌良くないですか。なんか、か滑舌がめちゃくちゃいい、こうなんか早口で、はい、ちゃんとこう字幕とかもないのに言ってることがこう、はい、分かるっていうか、はい、多分頭の回転がやっぱ早いんやな。いや全然ですよ。いやなんか自分なんかこうなんかもう どもっちゃうんで会話のテンポって大事じゃないですか漫才とかって、はいはい、まあまあ、うん、そこが連れてると多分なんかおもろいこと言ってても、はい、なんか見てる人になんかなんかちょっと響かないじゃん。あそうですか。いや木工さんも全然あの、うん、会話めっちゃ会話とかその配信めっちゃ聞きやすいですけどね。いや見てて俺はもうそむしろ一人の方がかかってやりやすい感じなんですか。あ一人の方がそうかかる、うん、そうそうそう一人の方が喋るんです。あ、そうですか。一人の方が喋るんです。じゃあ昔から結構一人で喋ってたこと多いですか。あ、もうずっともうそうですね。やっぱもうずっともう、それこそもう僕やっぱゲーム実況なん、うん、配信とかそもそもネットラジオみたいなのを中学生からやってるんですよ僕。すごい。14歳か14、5歳ぐらいとかやってて、うん、もうずっと家にこう文字に向かって喋るみたいなことずっとやってたんで、うん、それに慣れちゃってるっていうんですかね、うん、会話というよりはみたいな。そうそう、会話っていうかなんかこう難しいんですよね。こう人とのテンポを合わせて喋るっていうんですか。いやだから一人で、いや僕からしたら一人であれだけかかって喋れる人ってすごいなと思いますよ。いやそれはね、それはあれじゃないですか。それ奈良さんもそうじゃないですか。いや僕結構やっぱりその、はい、なんか音出してるだけって結構言われる。面白く面白い関係なくなんかこうずっとなんかこう文字だけ出てるみたいな、はいよくよく聞いたらあいつなんかしばらく面白いこと言ってねえなみたいな、うん、それごまかすためになんか文字で埋めてるみたいな、はい、ああいやまあでもねその感覚なんで、うん、聞いてる人がおもろいと思ったらね、うん、それが正解やと思うし、うん、なんか実況一回やってみたんですけどやっぱ難しかったっすもんですか。ポケモン実況その対戦で生配信みたいにやったんですけど。あマジっすか。もうちゃんとその対戦中に起きたリアクションがあんまりうまくできなくて、うんえ、そうなんや、はい、で結局関係ない話してずっと喋ってるみたいな。あま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 あこれ今俺何の配信やってるんだろうっていうの結構あって、うん、それはそれでなんか、うん、一つのねコンテンツっていうか、はいうん、結構いろんなゲームやられてるじゃないですか。僕さんポケモンが一番好きなんですか。はい、いやでも好きなポケモンかな。やってて一番やりやすいですか実況とか。まあ、やっぱやりやすいし、まあ、やりやすい、まあ、最近ここ数年はもう、うん、こいつ義務でやってるみたいな感じで言われちゃうんですけど、はい、自分の中だと一個一個なんていうんですかね見てる、うん、むずいな、うん、ちゃんとやってるつもりではあるんです。いやちゃんとやってるし、うん、自分の中でこう誰にも負けてない自信があるんですけど、
どうなんそこは配信としてですよね、そのポケモンの技術とかじゃなくて。あ、技術じゃなくてその動画としてその試合の厳選とか、はい、このなんかちゃんとうまくいくまで回したりとか、はい、試合展開とかもすごい自分の中で満足できて、いくものしか出してないつもりなんですけど。それ一本の例えばその主役回、はい、こいつ主役にしたって言って、ええ、どのぐらい回したりするんですか、その試合でいうと。早い時でも1時間とかで終わるんですけど、その理想のムーブが全部バッチッとはまった時っていう。それをだいたい5試合とか取るんですけど、やっぱね、詰まるとやっぱ3時間とか4時間とか。一番詰まったなってポケモンいます、今までで。これなかなか思い通りいかなかったな、ね、それ、ね、まあ、ランクマって結構運じゃないですか、ね、相手のね、運ですね、相手のいいパーティーに当たるか当たらないかみたいな。なんやろ、今のテラスタルの、はい、ソードシールドはそんなに実は詰まったことなくて、はい、ソードシールドじゃない、何だっけ、今って何でしたっけ、あ、スカーレットバイルド、はい、SV ですね。そう、 SV 環境であんま詰まった経験ないんですよ。あ、そうなんですか。ソードシールドの時に、はい、何だったかな、あのスカタンクっていう、はいはい、知ってます、もうあのポケモンいるんですけど、はい、そいつでなんかブスレアタッカーみたいな、うん、種族種してるんですけど、はい、そいつ相手は特殊で使ったみたいな感じで。なるほど、逆張りで。逆張りでやろうとしたら、うんうん、全然うまく回んなくて16時間ぐらいかかって、ようやく20分の動画を撮り終えるっていうのが、ね、理想のムーブが全然撮れなかった。全然撮れなくても、はい、普通になんか殺すぞみたいなそういうなんか使えねえなんて、動画に使えないような暴言とかも実写したりして結構しんどかったですね、はい。一応その特殊でって考えた時はそのどういうプランだったんですか、はい、なんか意表をつくみたいな。あ、そうなんですよ。なんかサックスカタンクってなんか特性がなんか誘爆とかですね。あ、そう、誘爆と誘導、はい、めっちゃ詳しいですね。いや、そんなことない。ちゃんとやっぱやってるじゃないですか好きで見てるだけです。そういう、はい、悪臭って特性がなんかひるませるやつ持ってて、はい、で、あの悪の波動ってあるじゃないですか、うん、同じくひるませるの、はい、それを混合したらなんか結構な割合で相手ひるませられるんじゃないかって、うん、殴られてもひるむし、そうそうそう、こっちから殴ってもひるむしみたいな。そうで、はい、ちょっと素早さ遅いから、はい、なんかネバネバネットで相手の場をちょっと遅くして、はい、上から最速にして上から行ったろみたいな、はい、やってたんですけど、なんかどうやら、はい、悪臭とその技の、はい、そのひるみパーセンテージになんか混合しないらしいんですよ。あ、そうなんですか、うん、はい、で結局 20% どっちも 10%10%悪臭はどうなんですか。悪臭が 10% とかで、はい、悪の波動が 20% やったからですよ、ね、で 30% ぐらいになると思ってたんですけど、はい、そうではないらしくて、どっちもその1回1回の当たり判定で決まってたってことですね。あ、そうなるほどなるほど、うん、結局なんか大したその何て言うんですかね、取れ高も取れずで普通に殴られてしまい、普通に殴られて耐久も全然なくてそうです、ね、その時だからもうミミッキュとかドラッパが、はい、なんかいっぱいおったから。あ、そうですね、剣立てはそうですね。そうで、なんかミミッキュの起点にされまくって、はい、だから一生泥が取れなくて、はい、どうしちゃったっけな最後。それでも粘って、ボツにはしなかったんです。ボツにはしなかったです。なんかもうその時間もったいないと思って。あ、もう引くに引けない、もう引くに引けなくて最後だから自爆して終わりやみたいな感じで強引に落ち着けたような記憶がありますね。そうですね、自爆だったら思い描いたら想定と違う動きですもんね。そう結局物理でっていう、結局物理で。あるんですね、そんな。ありましたね、うん、そうですね。ポケモン今結構やられてるんですか、ポケモン。いや、もう育成はできてなくて。できてないですか、はい、でそれこそ、はい、僕石変人を使って、石変人をマスターボール級を目指すんだっていうのを始めたんですけど、はいはい、ちょうど M1 の時期と重なっちゃって、重なっちゃったな、全然育成できてなくて、それを再開しなきゃいけなくて。あ、じゃあやりましょうよ。ちょっとぜひ、じゃあ石変人のちょっと方ちょっと考えてくれますか、はい、全然何もでも石変人は得意ですよ。あ、本当ですか。あ、それは心強い。あいつおもろいですよ。いや、面白いですよね。面白いですね。シングルで特性こそ死にますけど。そう。いや、あいつはだからどう使っていいかっていう。あいつなんか攻撃と防御めっちゃ高いんでしょ。はい。攻撃防御と H も高いんですよ。H も高いんか。はい。まあまあ高いですよ。特防が終わってるじゃん。特防特攻がもう最低、うん。最低レベル。20。20は。そうや。もうペラ。ペラペラの。はい。ペラペラの。だからこれを、でいろいろなんか、うん、それこそポケワンで知り合った方とかに、はい、方とかどうなんかありますって聞いたんですけど、はい、なんかもう使い道がないからもうピンポイントメタでいきましょうみたいな、うん、あ、でもなんか動画的に活躍させたいじゃないですか、うん、なんかやっぱ配信する以上
全然いけると思うけど、なんか行きます体重重いですね、確か。なんか、何だっけ、俺、剣立ての時に、体重、はい、ヒートスタンプとか、はい、そう体重系の技を覚えさせて、やってた記憶があるんですけど、はい、あの時ってダイマックス環境やったから、はい、なんか体重技がダイマックス相手に意味なかったんですよ。はい、テラスタルやし、うん、なんか、なんていうんですかね、技の威力もこう安定して出そうやから。うん、しかも素早さもそんな遅くないですよね。そんなにですね。なんか絶妙なラインだったんですよ。絶妙なラインですよね。70とかだったかな、確か。はい。なんか絶妙なラインだな、これっていう。うん、70か。だからロックカットでちょっと上げてみたいな。ロックカット、あ、そっか、ロックカットいいじゃないですか。で、素早さ上げてみたいなのあるんですけど、うんうん、でも本当に特殊技だったら、もう一撃で死ぬんです、確実に。一撃で死ぬな。確実に死ぬんです。それむずいっすね。めっちゃむずいっすよ。じゃあカイリューの攻撃全部受けれるかって言ったら、なんかその後出しで出したら結構きついみたいな。あ、そうですね。対面でだったら受けるんですけどっていう、なんかこの絶妙な感じどうしよう。すごい、すげえ。でも結構真剣に考察してる。いや、やる以上はと思って。いや、すごい。やっぱ迷惑かかるんで、うん、やっぱ今日もだからモコさんと、うん、あの対談っていう、はい、まあこう一緒のタクシー乗るっていう、はい、なった時に、はい、やっぱこう失礼があったらいけないなっていうのはあって。そんなもう、うん、気づかなくていいっすよ、もう。いやいや、そんなもう本当に大尊敬ですから。あ、じゃあなんかこの蚊のポケモンがバチンとハマったとかあります？なんか思い描いた通りに、あ、これ完璧だみたいな。完璧に言ったやつ、最近だと何やろな、向こう動画の神回みたいな。なんか最近やとね、うん、特殊型のゴリランダーみたいなのを育成して使った時にめっちゃ気持ちよく決まったのが、うん、ゴリランダーって基本物理アタッカーやから、ね、物理受けのやつ来るんですよ。なるほど。で、しめしめとこう、うん、バッて出して、なんか相手の手持ちにアーマーガーがおったんで、アーマーガーゴリランダーで来るんちゃうかと思って、あえてゴリランダー出したら案の定来て、でそのアーマーガーの交換を読んで成長っていう技、あれをこう晴れにして打つと、なんか特攻も攻撃もどっちも上がるんで、それでもう特攻ガン上げて、アーマーガー来たタイミングで、あのテラスタル、ノーマルテラスタル爆音波で、あ、爆音波、逆にこう狩るみたいなのをこうやりました。バチンってハマって、バチンってハマって、で、アーマーが吹っ飛んで、アーマーがギリ残ったんですよ。そこを、はい、そこをこのあれで何だっけ、あのあれあれあれ、グラス、グラススライダー、グラススライダーで最後削り取るみたいな。あ、グラススライダーも入れたんですよ。もうちゃんとそう入れてる。だから、なるほど。あの成長をこう最大限に活かせるように、はい、攻撃も上がってるから、グラスはもうちゃんと採用してこう物理系をこう刈り取るみたいな。あれめっちゃ気持ちよかったですね。あれしかもなんか撮り始めて40分ぐらいで決まったんで、あ、もう、うわ今日の仕事終わったんですよ。お疲れしたって。最高の撮れたってことなんですって。それ撮れた後なんかご褒美みたいなやるんですか？ご褒美ですか、なんかこれいいの撮れたって。だってその一応今日はこのぐらい収録するとか早く終わるわけじゃないですか。ああ、そうですね、はい、そんな時でどうするんですか？まあ、特に。あ、別に。じゃあもう一本ぐらい撮ろうかな。あ、へえ。うん、結構取れる時に勢いで取っちゃったり。ああ、うん、もうこれがハマったから。でもそれ一個一個考えなきゃいけないじゃないですか、はい、そのポケモンの。ああ、そうですね、うん、なんかある程度 何個かこう使おうかなっていうのは。いや、同時に入れたりする。あ、同時に入れたり。そのじゃあ取れたかいい方採用しようかみたいな、うん、あ、そういうこともします、します、うん、そうですね、うん。いや、あのパチリスの回とか僕結構好きでしたけどね。うん、こんなの使うんだ今って。なんかほっぺスリスリの、あー、うん、はいはいはい、もうね、あの辺なんかもう結構もうクシュなきゃってもやっぱ結局どんどん、そうですよね、一匹一、うん、匹ずつこう消費していくから、はい、ネタなくなっていくんですよ。いや、そうですよね。そうなんですよ。で、マイナーってもう変な方一個考えたら、じゃあ次もう一個変な方ってなかなかできないですもんね。もう無理です、無理です、無理です。汎用性が低いから。汎用性低いし、そもそも伸びないし、一回やっちゃってるから、はい、そのサムネでこいつみたいなと思われて飛ばされるんで。なるほど、なるほど。あ、そうか。だからそこめちゃめちゃ意識するんですね。めっちゃ意識しますね。うん、いや、結局ね、あのゲーム宿舎なんで数字しか見てない。いや、でもそれは大事です。めちゃめちゃ大事です。そう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 、我々いうところ その受けがね、うん、ない分。そう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 。そうですよね。意味ないなっていうので。じゃあ結構自分の中では、うん、こいつはこいつの方絶対ハマるぞって思ったのに、はい、全然伸びなかったポケモンっています。あ、それもだからあります。それ絶対ね。ちょっともうパッと出てこないけど、ね、いや、全然全然、なんかその自分の手応え的に、手応え、でもそれこそパチリス受けなかったっすよ。あ、マジっすか。確かに。あ、そうなんだ。思いのほかパチリス、うん、なんか
なんていうかな、映えると思ったんですけど。いやそうです、僕もだから見ちゃいました、うん、パチリス今いけると思った。あ、ほんまですか、はい、あれ割と最近上げたポケモン動画の中で一番評価低かったっす、はい、そうか。じゃあ向こうさんの実況者の視聴者ってあんまりああいう可愛いポケモン活躍するっていうのを望んでないのかもしれないですね。あんま望んでないのか、もうネタがそもそも弱かったのか、もうサムネとタイトルあかんかったのか、何が悪かったのかって考えながら、活躍するわけないと思ったら見られないかもしれない。あ、そういう観点もね、あるかもしれない。あるかもしれないですね。あるあるかもしれない、ね、こいつはワンチャンあんのかっていう。そう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 、ね、うん、それこそマイナンなんか絶対活躍できないですもんね。マイナンなんかは多分無理っすね、あれ、ね、絶対無理ですよね。絶対無理っすよ、数値低すぎるし。あ、そろそろじゃあ、あ、着いた、あんまり目的着いたんで、あ、じゃあすみません、ここはちょっとペイペイで払わせてください。あ、すみません、はい、ごちそうさまです、はい、また次行きましょう、はい。お願いします。お願いします。代々木公園までお願いします、はい、お願いします。いや、めっちゃタクシーの中ピザの匂いしますね。ねえ、すいませんね、運転手さんね。ねえ、すごいめちゃくちゃ大きいサイズのピザにしてしまったからすごい匂いだと思うけど、すみません。選べるサイズの中でも一番でかいやつ買いましたもんね、はい、一番やばいやつにしたからちょっとこれから公園で食べるから、公園までお願いします。お願いします。楽しみ楽しみ。このバーベキューの照り焼きのやつも好きです、はい、この買ったやつ。え、それ何ですか。バーベキューと、はい、あのマヨがかかってるやつ。鶏肉の、あ、それ買っちゃいました。それもよかった、買えたんですね。食べましょう。あ、食べましょう。私はもうね、絶対頼むのはね、もち明太です。もち明太すごい好きです。間違いないやつですね。間違いないやつ。あと、カレー味も好きです。カレー味、はい、食べたことないかもしれないです。本当ですか。あの、今日買ってあるから、あ、やった、ぜひ食べてみてください。初めてカレー味、美味しいんですよ。へえ、カレー味。いつもマルゲリータに走りがちだから、あ、でも、あの、絶対頼みます。私もいつもね、はい、プラスはピザパーティー公演で、はい、夜のピザパーティー、あ、いいですね楽しみ楽しみですね。あの、うん、深川さんは、はい、そのグループで活動されてて、はいはい、ソロになられてお一人で活動されて、うん、どれぐらい経つんですか。そうですね、はい、2016年にグループを出たので、うん、はい、ってことは何年経ったんだろう、2016年の6月に辞めたんですよ、うん、だからってことは、ってことはもう
なかなか正解が出てこないっていう。8年目8年ぐらい、うん、そうですね、経ちました。あ、だからこの6月で丸8年かってことですね。丸8年か、早いですよね、時の流れってね。すごい。え、どうですか、え、早いと感じますか。でも本当めちゃくちゃあっという間に感じます。そうなんですね、うん、1年も早くて、うん、この前、うん、もう2024年になったなって思ったら、うん、ね、もうあっという間に、うん、数ヶ月経ち、うん、そうですよね、うん、その8年はどうでしたか。そのグループにいた時よりも、うんうん、なんか全然違いましたか。あ、違いました。全然違う、関わる人も。あ、確かに全く変わって。あ、そうなんですね。あと最初はすごい寂しかったんですよね、うんうんうん、そのみんなで、うーん、何人、全員で何人いたかな、まあ、女子一クラス分ぐらいの人数から一人になったので、うん、控え室も今まですごい賑やかだったのが一人になって、うん、最初は寂しかったんですけど、でもなんだろう、なんかこの一人の名前でやっていかないといけないから、その責任は増したけど、なんかいろいろ考えるようになりました、より。あ、なるほど。その確かに、あの自分以外にもこうね、周りにも人がいて、うん、表現する人だったら、うん、その人とのコミュニケーションだったりとかね、そのやり取りでまた変わっていくから。だけど一人だったらね、うん、その相手がまずいないから。そうなんです、全部自分で自分の中でこう質問してこう考えてって感じになるもんね、うんうん、そうですね、うん、こう取材とかでも3、4人とかでこう取材受けることが多くて、うん、それもまあ1人、まあ、2人の時もあるんですけど、うん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 、1人でちゃんと自分だけの言葉で伝えるっていう時に、うん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 、グループだとこうバランスを無意識に取っていたことがあって、なんかこの子がこれを喋ったか、じゃあ次は私はこの話をしようとかっていうことを、なんか誤解がないように、記事になっても誤解がない言葉選びをして喋ろうって思ってたけど、それが一人になって、ちゃんとこのなんて言うんだろう、まあ、ちょっと間違えてもなんかこう自分のちゃんと気持ちを言葉にしないといけないなって思うようになりましたね。なるほど。橋本さんはソロになって何年経ちました、はい、約5年です、うんうんうん、ま、でも、うん、同じようにあっという間で、うん、なんかあとそのもう本当ね、コロナが間にあったから余計、あ、わかります、なんかピョンって飛んだみたいな、ちょっと早送りされ、わかります、わかります、ね、ありますよね、うん、なんかだから本当に早かったかも、うんうんうん、私、うん、思い返すとちょっと特殊な時間ですよね。そうそうそう、あの時ってすごい不思議だった、うんうん、え、何が大きく変わりました、自分の感覚で、うん、ソロになって、うん、変わったことってありますか、うん、あ、一番の変化はなんかペースかな、あ仕事とか曲の、うん、はい、うんうんうん、やっぱりそのまあグループだったりってみんなで一緒に、うん、やっていくから、うんうんうん、こう足並み揃えてやっていくけど、なんか一人になるともちろんね、手助けしてくださるスタッフの人もいるけど、うん、基本こう自分が考えてることを伝えて、うんうん、こうしたいとかでそれに協力してもらってこう進んでいくから、なんかペースが本当にこう本当にマイペースって感じで、うんうんうん、
それが一番違うのかな。そっか、そのアイデアを出し合うっていうのも、うんうんうん、こう自分からの発案っていうものが多くなったんですか、うん、あそうそう、なんかこう、うん、なんだろう、そうそうだし、そうですね、基本やっぱそのもう私がこれこうして、でスタッフさんがこれどうって言ったものに対する返事も、うん、自分一人の返事だから、そうですよね、自分の中で決断をしないといけないってことですもんね。今まではメンバーと相談してやってたことを、そうそう、そこが変わったかな、そういう感じあります。ペースどうですか、ペースは変わらない、ペース変わりました、変わりました、うんうん、最初でも落ち着かなくてペース、その変わったペースに、わかる、どれが自分のペースだっけってなるよね、そうなんですよ、なんかそわそわしちゃって、わかります、最初の時は落ち着かなかったです、今は慣れたけど、慣れました、わ、うん、かる、あとさっき言ってたインタビューの感じもすごいわかる、わかります、わかります、違うことを、同じ質問に対して違う角度からの答えを言わないといけないから、こうあと何言ってないっけってめっちゃ考えてこのみんながこう補い合うっていうか、言ってないことを、そうですよね、うん、めっちゃわかります、うんうんうん、なんかこう今でもこう連絡取ったりしますか。あ、します、します。本当ですか。よくご飯行ったりとか。あ、そうなんですね、うん、めちゃくちゃ行きますね。あ、いいですね。だから、うん、私5年間いたんですけど、グループに、うん、5年間なんですね、うんうん、やっぱその間ものすごく濃密で、うん、家族よりもずっと一緒にいたので、うん、やっぱりなかなかそのいた時に比べたら会う時間はすごく減ったけど、うん、やっぱ久しぶりに会ってもすぐこのいつもの空気にファッて戻るというか、でもそのもうこう一人で活動されてる年の方が長いんですね、うん、そうなんです、すごい、5年と8年で、うん、あっという間に、ね、本当ですね、うん、じゃああれですか、でも上京してきたのは20代、あ、上京してきたのは20歳で、20歳なんだ、上京したんですよ、あ、でも同じくらいかも、私も、21がバンドでデビューしてるから、うんうん、それぐらい、うん、同じぐらい、はい、ですね、あ、はい、でも活動、グループでの活動は合計で、はい、合計で、はい、うん、デビューしてからは13とかぐらいですけど、そのバンド自体は高校生の時からやってたから、うんうん、めちゃくちゃ長い間やってたことになる。あでもそれだけ長く一緒にやってたメンバーと、うん、こう離れるじゃないですけど、って時は寂しかったですか、うんうん、やっぱりなんかここそのもう終わってライブが終わったら、うん、もうこう違うんだ、バンドじゃないんだっていう時は、うん、やっぱりなんかそわそわしたし、まあそのライブが終わってホッとしたっていうのはもちろんあったけど、うんうんうん、でもその先の生活がなかなか想像できなかったですよね。そうですよね、それがそうそうそう今までの日常ですもんね、自分の、そうそうそう、そうだからそれがなかなか難しかったのかな最初は、うんうんうん、そうで、そうこうしてるうちにコロナが始まって、あそうそうそう、だからうん、ほんとあっという間で、なんか記憶が思い出そうにもなんかあんまり何してたかがすごい薄くて、うん、そのコロナの時何してたっけな、結構長かったけど、はい、何してたっけなってあんまり思い出せないぐらい、うん、なんか不思議な時間だったなって、わかります、なんか
普段作らない料理作ったりしてたかも私。何作ったんですか？バームクーヘン作りました。すごくないですか？あ、でもすごい、あの、何、簡易的にできる、そんな、なんか棒に吊るしてとかじゃないですよ。あの、なんかね、アルミホイルをこう棒状にして、はい、で、フライパンに種を入れて、その棒状にしたアルミホイルを筒にするかのように巻いて、それを繰り返すんです。はい。で、最後にそのアルミホイルをポンって取ったら、バームクーヘンになる。すごい。バームクーヘン、もう想像の範疇の遥か先の単語が来てびっくりしました。バームクーヘン、バームクーヘン作ったりとかね。あとね、楽しい、あの五平餅って知ってます？ちょっと餅の話しちゃうんだけど。あ、お餅好きって言ってましたもん。五平餅って、五平餅って、あの味噌のやつですか？そうそうそう、なんかちょっと甘い感じの味噌の、で、なんかあの、なんか米っぽいの、なんか、ちょっときりたんぽっぽい生地の、なんかちょっとつぶつぶが、そうそうそう、混ざってるような、そう、なんかこう、お米をめっちゃ潰して、で、平らにして、あの串に刺して、タレを作って食べたりとか、そう、なんか普段絶対やらんようなことをしてた気がする。面白い。確かに五平餅も、はい、バームクーヘンも作ったことないです。そう、作ったことなくて、なんかキャンプのイメージ。あ、バームクーヘン、確かに、確かに、うん、外で食べたら美味しいと思う。でもそのベランピングとかも流行ってましたよね、その時期。流行った。ベランダでちょっと半分外の空気を味わうっていう、うんうんうん、ありましたね。ね、ありましたね。なんかお外だったら大丈夫って言って、うんうん、私も外に出てた気がする。うん、うん、確かにずっと家にいないといけない時間だったから、それだけでも気分転換になりましたよね。そうそうそう、なったし、私はあの今犬を飼ってるから。何犬ですか？あ、雑種なんですけど、あの見た目はあのちょっと柴犬っぽい感じで、はいはい、だけどあのちょっとこう洋犬も混ざったようなミックスされた感じなんやけど、その犬の散歩に絶対外出るから、すごい気分転換になってた気がする。あ、私も犬飼ってて。え、本当ですか？飼ってるんですよ。何犬ですか？ヨークシャテリアで。かわいい。そうなんです。あの毛が長めの、ちょっとうちはちょっと短いんですけど、はい、カットして、はい、なんかちょっとこうなんていうの、眉毛がおじいちゃんみたいになってる、いい、ヨークシャテリア。何歳ですか？4歳です。もう大人ですよね、4歳って。そうですね、大人です。大人です。人にすると30歳ぐらいかな。そうですね、同い年ぐらい、同い年ぐらいかな、香川さんと。そっか、そうなんです。いいですね。犬って可愛いですよね。なんていう名前ですか？あ、モナカです。あ、モナカ。女の子？女の子です。なんて名前ですか？私はタヌキチって名前で、あの色がね、タヌキに似てて、あの色がすごくタヌキカラーで、あの茶色、焦げ茶と茶色と、なんかベージュと黒がこういろいろ混ざったような感じなんですよ。ですごいタヌキに似てるから、うん、タヌキチってつけたんですけど。かわいい。男の子ですか？うん、すごいかわいくて。あ、じゃあお散歩とかも、うん、お散歩も行きました ね。でもその時期もですよね。でも毛が、あ、でもそんなカットしてるのか。あ、ヨークシャテリアは毛が抜けなくて。あ、抜けないんだ。抜けないんですよ。その伸び続ける犬種で、生え変わりっていうのがなくて。え、じゃあ切らんかったらどうなるんですか？切らなかったら伸び続けるんですけど、でも毛が細いんで、本当、うん、長くこう、うん、ヨークシャテリアの画像で検索するとすごいこの、うんロングヘアでサラッっていう画像が出てくると思うんですけど、うん、ああするためにはもう本当にブラッシングを頑張らないと結構毛玉ができちゃったりするんで、だからカットしてますね、短めに。うん、そうなんよ、うん、すごい伸び続けるんですね。そうなんです。プードルとかも同じだったかな、確か。生え変わりが
なくて。へえ、知らなかったです。そうなんです。だからカットを定期的に行かないと伸び続けて、うん、クマさんみたいに。うわ、可愛い。でもそれなっちゃいます。すごい。そんなタヌキっていうか、まあ、芝っぽいんですけど、うん、あのめっちゃ抜けるし、あのそうカット行かなくても毛をあの溶かしとくと、あの、うん、すっごい綺麗な状態になる。すごい。つるんってつるんってなる。なんか頭のあたりとか坊主っぽくなる。なんか坊主坊主っぽい感じになる。かわいい。そう、かわいいです。タヌキチは何歳ですか？タヌキチは多分今9歳ぐらいなのかなって感じです。9歳だと人間年齢だと、はい、で言うと、何歳ぐらいなんだろうとね、ちょっと変わりますもんね、子犬の時とこの数える年数が。そう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 、多分多分ね20歳で100超えるぐらいでしょ、はいはい、多分犬は。だから9歳だと40?40、50ぐらいっていうことになりますね。そうそう。でも可愛いんです。可愛いですよね、うん、犬。え、うん、え、そのあのお留守番とか大丈夫ですか？できますか？ちゃんとお留守番できます。賢いんだ。できるんですけど、はい、長くなっちゃうときは、うん、あの預けたりとかして、近くに犬を飼ってる友達も多いので、預かってもらったりもするんですけど。いいですねそれ。なるべくそう、はい、お留守番の時間を短くできるように、うん、なんか寂しいじゃないですか、うん、きっとワンちゃんしてるんですけど、うん、なんか結構言葉も理解してて、してる、うん、どんな言葉を理解してますか？例えば、はい、2週間仕事で地方に行かないといけないっていう時に、うん、じゃあ1回その実家を経由してさすがに2週間ってなると長くなっちゃうんで、うんうん、あの家族に預かってもらいに静岡に行くっていう時に、うん、あ、なるほど、うん、はいはい、明日静岡帰るよって言うんですよ、うん、そしたらもう次の日に、うん、その新幹線とか乗る用のカバン、うんうんの戸棚をこうカリカリ、もうなんかこっちの顔見てるんですよ、行くんでしょみたいな。すごっ、すごいですね。からなんか明日っていうことも理解してて。あ、そっか、その言ったすぐ行かないってことは。あ、そうなんです。すごいね。なんか分かってるんですよ、頭いい、言葉が分かってて。え、そのあのそれに乗って自分は静岡行くんだっていうのをもう分かるんですね。分かってるんですよ。めちゃくちゃすごくないですか？すごいよね。すごい。そうなんですよ。なかなかそこまでそんな長い言葉分かるんですね。なんかお散歩とか、うん、おやつとか、うんうん、ご飯はね、なんかこう確かに覚えますもんね。そうそう、覚える。なんかこう嬉しいことだから、うんうん、あのやってくれるけど、じゃああんま嫌じゃないんですね、それに乗ったりすることが。そうなんです、めちゃくちゃ楽しみにしてて、カバンも大好きで入りたいんよ。もう入りたい、それを見つけたら多分どこかに行くって分かってるから。なるほど。普段は閉まってるんですけども、出したらもうへーって、すごい喜んでます。その普段の散歩とかも大好きですか？お外に行く散歩も好きです。あ、そうなんだ。でも割とすぐあの抱っこしてくれっていう。かわいい。タヌキチは、うんうん、あの、はい、ワンコ、はい、その、うん、犬が得意な犬ですか、うん、犬が好きな。全然もう全然得意じゃないです。苦手ですか？めっちゃ苦手なタイプで、なんかこう、でも犬飼ってたら周りにあの家の周りに犬友達がこうできる、こう顔見知りっていうかできるじゃないですか、その散歩ですれ違うとか。でその飼い主同士は挨拶するんやけど、佐野吉はあんまり犬にも人にもあんま興味がないから。そうなの。どっちにも興味ないんですね。そう、どっちにも興味がなくて、だからその
飼い主同士で話ししよる時も一人だけ全く違う方向向いてぼーっとしてる。かわいい。じーってしてる。なんかもう悟りを開いてるような。そう、もうあの僕は関係ないんでって感じでいる感じ、うんうん、かわいい。そう、好き、犬好きですか？犬嫌いで。嫌いなんじゃ。犬が苦手で人が好きなんですよ。あーでも分かります、その感じ分かります、うん、あの散歩しててあの犬には行かないけど、うんうん、飼い主さんにこうパーってそうなんですよ。私いつも撫でちゃうけど分かります。好きなんです。ドッグランとかに連れてってもなんかもう全然遊ばない、うんうん、はい、分かる。遊ばなくて、うん、行くんですね、ドッグラン。もうあのなるべく慣れさせるために社会性をつけないとと思って連れて行ったんですけど、やっぱどうも苦手なんだな、うんうん、性格的に苦手なんだっていうことが分かってきてからなんかあんまり行ってないんですけど、うん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 、そうなんか全然飼い主さんの方には行くけど、うん、犬と遊ぶっていうことをしなくて、全くしなくてね。あのドッグラン私も行って行ってみたんです、はいはい、すごい行ってみたいと思って、うん、だけどもうたぬきちはね一番ドッグランの一番隅のあの草むらのところにバンって座って、でずっとあの犬が食べる草あるじゃないですか、なんかネギみたいなやつ、はいはい、あれをずっと食べてて、はい、なんかサラダバーって呼んでるんですけど私はもうなんか連れてったら絶対すぐ草食べ始めるから行かなくなってしまいました。面白い。めっちゃ面白いの。サラダバー、サラダバーずっとサラダバー、そうそう食べ続けてどうしようもないから。そうでもなんかドッグランでなんかこう遊ばせてわーってやってるの、うんうん、羨ましいなとか思って見てる。わかります。その本当無邪気なワンちゃんがあの他のワンちゃんとえーって追いかけっこしてるの見てると、うん、あ可愛いなって思いつつ、うん、そう、それを眺めて。わかります、すごいわかります。わかります。ああ公園着きましたね。本当だ、着きました。じゃあここら辺で終わります。終わります。いや捕まりましたね。いやあまさか4現場一緒とは4現場一緒とはいやずっと同じ現場、ね、すごい日ですね今日は。あこのシートの真ん中ちょっと湿ってるじゃないですか、はいはい、さっき怖かったタクシーかもしれないですこのタクシーの、ね、やつ気をつけましょう。いや気をつけないと怖いです、はい、いやじゃああえてなんか、はい、森の方行ってみますけど。あそうですね、怖いからちょっとじゃあ樹海の方に樹海逃げますかじゃあ適当な樹海に飛ばしてください。はい、どうなんでしょう。はい、いやいやか、なんでしょうね。そうですね。でもいわゆるその、はい、将来のことを考えた時、そのなんていうんですかね、一番リスペクトしてる芸人さんいます、はい、この人を見てよ俺は芸人になるぞと。僕は本当に大好きだ
なのはバッファロー五郎さんとバカリズムさんが大学生の時とか高校生中学生ぐらいの時大好きでした。そうなんですね、はい、じゃあでもそれでもコンビを選んだなんかあるんですか。あでも本当にでも M1 は、うん、大好きで笑い飯さんとかもラジオよく聞いてたりとかして、まあ、漫才はしたいなと思ってたんですけど、本当に新聞スポーツ新聞についてるコラムとかまで追いかけるようになったのはもうその2組です、ね、です。なるほどなるほど、はい、なんで将来でいうと、まあ、本当にそういう結構目指すところ、はい、うん、いわゆるそのずっとネタをやっていきたい、はい、いやでもなんかネタが好きって言ってましたもんね。あ、そうですね。どっちかというとその例えば前年一でずっとネタをやるとか、はい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 、そういうタイプですか、はい、例えばなんか地上波の冠持ってご長寿番組になる。あ、確かに。でもそういう本当に有名人になりたいみたいな、うん、欲求が強いんで。なるほどなるほど。今って言うと本当 M1 ツアーっていう M1 グランプリのライブが各地方であって、はい、んで結構お客さんが2000何人ぐらい入るライブが2公演あるんですね、はい、でその合間の時間割とみんなお出かけするんですよ、はい、でまあ一回、まあ、本当にその日そういう日だけなんですけど、そういう日は本当に一人と写真撮り出すと、うん、あっという間に行列になっちゃって。なるほどなるほど。ランチ行けずに、時間が過ぎちゃうみたいなことがあるんで、うん、みん結構本当プロ野球選手みたいな感じで、うん、ありがとうございますみたいな感じでスーッと行っ、まあまあ、キリなくなっちゃう。そうです、キリなくなっちゃうんで、はい、でも僕やっぱまだそういうのを超楽しいんで嬉しいから。そうです。もうこの前もう裏口じゃなくて逆にロビーの方から出て出たりして、なんならいやもう写真撮りまくってランチ食べれなかったよって言いたいぐらい。そうですそうですそうです。なんでそれがあるんで、なんかもっと普通もっと有名人になってみたいなっていうのありますね。いいですね。この番でも言うて出てますもんね。この番組出たいとかありますよ。この番組でもそうですね、意外とオールスター感謝祭とかですね。意外ですね、はい、オールスター高野祭っていうそのオールスター感謝祭の後の番組に出れただけでもう超テンション上がったんです。あの問題ボタンみたいなのを触れただけで超興奮したんです。ああでもそういうのいいですね。なんかだから自分がちっちゃい頃だったり若い頃見てたセットに座れるとかって、はい、本当職業体験みたいな。めっちゃいいですねそれ、はい、でなんだろう、演者側ってこうなってんだ。はい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 。あ、そうですそうですそうです。あ、いいですね。だから僕もそういう欲求で言うと、はい、やるじゃん、武道館とか、はい、まあ、でっかいライブハウスをステージ側から見たいっていう欲求はありますよね、はい、うん、本当に僕お笑い芸人になった理由っていうのも、うん、もう究極っていうか、もう何だったらその M1 グランプリに出るってこうどんな気持ちなのか知りたいみたいな。なるほど、はい、うん、テレビに出るってどういう風なのか味わってみたいがあったんで、なんかいい意味でミーハー感があっていいですね。はい、どんなんなんだろうと思ってやってるだけなんで、こんな風にしたいとかはあんまりないです。でもクリエイティブの根源ってなんかそんな感じします。なんか、はい、まあ、究極言うとすごいモテたいとか、はい、なんかそこら辺から始まりますもんね。そうですよね。僕もそのいわゆるまあメジャーデビューというものをしたんですけど、はいはい、その理由ってなんか、はい、どうせ音楽やるなら、はい、ま、なんか映画の主題歌やりたいとか、はい、でそれがなんかやってみたいだけなんですよね本当に。今のところ僕その、はい、なんかお金が欲しいとかよりもその、はい、で自分が映画を担当して、はい、実際に映画にプライベートで見に行って、はいはい、流れるのを聞きたいとか、はい、結構そういう欲求のが僕も同じぐらい強くて、はい、なんかライブもでっかい埼玉スーパーアリーナに立った時の景色みたいとかはめっちゃ思ってますね。やりたいですね、はい、将来例えば60歳70歳とかはこういう風に過ごしたいとかあるんですか。でも、もう結構真面目な話になると、はい、ずっと社会貢献がしたいので、はい、僕犬がすごい好きで、はい、だから動物の保護施設をやるっていうのが、まあ、夢なんですよ、はい、なんか結構理由があって、はい、町田のリス園知ってます？
町田にあるリス園があるんですよ、はい、リスがいっぱいいる施設、はいはい、そこに昔行ったことがあって、はい、あそこってあ行ったことないですよね。あ、ないです。そこって、はい、なんかもう入場料めっちゃ安いんですよ。何百円かぐらいで入って、はい、でいわゆるちょっとこう身体にちょっと問題とか不自由があって、はいはい、そのまあ社会で働くにはちょっと難しい人とかを雇ってるんですよ、はいはい、でそういう人たちに受付をさしたり、はい、ドアの開け閉めとかをさしてる、はいはい、で中入ったらもう動物がいっぱい、リス以外にも、はい、ウサギとかがいて、はい、触れる、餌あげれる、はい、で楽しい、はい、で、僕らは一日楽しんで帰る、はい、なんか善意がでかすぎるというか、それを見た時すごい食らったんですよ、はい、そのなんかいやらしい話、俺はなんでそのお金だ人気だ、はい、知名度みたいなことで、はい、イライラして曲を作ってんだろうっていう自分がすげえ恥ずかしくなった日だったんですよ。おなんかちょっとこういう言い方をするともすでに、はい、なんか物をなんかうがった見方してるんですけど、はい、そこにいた飼育員さんたちとか、はい、まあいわゆるその人スタッフの人って、はい、こういう言い方するんですけど、ドアを開け、お客さんが来てドア開ける、はいはい、お客さんが入っててドア閉めるに、はい、めっちゃ一生懸命なんです、はいはいはい、多分僕だったら、はい、何だよドアの開け閉めの仕事ってっていう態度が出ちゃうと思うんですけど、はい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 、それを一生懸命やってる人がすげえかっこよく見えて、はいはい、あ、わかりますね。なんかありますよね、どんな仕事でも絶対に一生懸命やってる人が絶対かっこいいって思っちゃって、はいはいはい、なんかその原体験があって、なんか僕ずっと社会奉仕を最終的にしてから死にたいって思って、はい、あ、はい、僕もその宅配ピザのアルバイトを10年ぐらいやってたんですよ、うん、でなるべくクリスマスからお正月期間はもうアルバイト優先で、うん、やってたんです。それをやってることによって他の期間で例えば明日ネタ見せが入ったんで休ませてくださいっていう、こうお願いを、まあ、1年間聞いてもらってる分、クリスマスからお正月は、絶対この期間はアルバイトになるべく入るようにしてたんですね。で本当に10日間で120時間ぐらいアルバイトしたんですよ。まあ、本当に2週間で本当超バイトしたんです。毎日12時間ぐらいバイトして、である日俺はこの1週間気づいたらクリスマスも終わって、大晦日も終わって、お正月も終わって、普通に社会がまた新年になってるっていうのを、僕はそのピザだけ運んで気づいたら次の年になってたわみたいなのがもう本当数年続いてたんですね。で俺は一体ピザを運んでって気づいたら、なっちゃいますよね、年経ってる、気づいたら年を重ねてるぞみたいになった時に、でもいやこれあんまそんなこう嫌に考えずに、いやそうです、そうです、それで助かったというか、そうです、そうです、そうです、誰かを笑顔にしてるのは間違いないですから、はい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 、ピザを届けるというのは本当に素晴らしいことですよって、いや同じように間違いないです、はい、アルバイトして大学生とみんなでこう言ってました。なんかそうなんですよね、なんかまあ、音楽も音楽も多分究極言うとそのお笑い、はい、コメディも明日パッてなくなっても人って生きて絶対生きていけるんですよ、ただなくてはやっぱりならなくて、はい、っていうその不毛なものに一生懸命になるっていうのがすごい社会貢献、はい、ある種社会貢献っていうか、はい、まあ芸人さんなんか一人でも多く人を笑顔にするっていう仕事ですからね、わけわかんないじゃないですか。そうですね、ありがたいですよね。でも社会がこう、うん、うまく回ってないとこうやっていけないというか、そうとか音楽もなんか聴いてもらってお金もらってるけど、はい、その別になくてもいいし、はい、と思うし、なんかそういう不毛なものってでも絶対大事だって思って、はい、まあ、さっきの理性の話じゃないですけど、はい、ドア開けて入るなんて誰でもできるわけですよ、はいはいはい、自分で開ければいい、はい、でそれをやってる人がいて僕らにやってくれてるし、はい、まあぶっちゃけ入場料もめっちゃ安いわけです、はい、もうすごい善意でやってるっていう空間が僕はすごいいいなと思って、はい、まあ、まあ一応こういう仕事してる以上その、はい、まあまあもちろん利益は出さなきゃいけないですけど、はい、なんかここでいっぱい稼いだ
りできたら、はいはい、もうその向こうって僕ずっと社会貢献が夢です。あ、最高ですね。そうです、まあ、今の音楽もなんか最近は社会貢献の意識強くて、はい、その今死にたい人を死にたくなくさせる だけのために曲を書くとか。おですよね。でも芸人さんの話もあるじゃないですか、自殺しようとした人をなんかネタで笑って生きようと思ったりして聞きますし、あのブルーハーツでしたっけ。あ、確かそうです、日曜日のみたいなやつですね、死者みたいな、はい、日曜日にあの番組があって助かりましたみたいな話ですね、うん、逆に60ぐらいって何してたんですか、はい、いやー、僕はでももう50歳ぐらいからもうゆったり暮らしたいですね。なんか2年おきぐらいに日本中を引っ越して、ああなるほど、はい、定住せずに、はい、あれなんかじゃああんまり長くやるビジョンというよりは、まあ、あ、でも大鶴リマンもあの40歳ぐらいからは超ダイエットして野菜ばっかり食べてあの40歳ぐらいからみんなの生活に合流するっていう、あ、合流するという言い方なるほどなるほど、言ってたんで、まあ、そう普通に、まあ、それでなもう60歳70歳まで活動したいっていうのを、うん、そうですよね。まあその時ですよね、はい、なんかその40ぐらいだった時に自分らのキャリア的に、はい、まあやめるほどじゃないというか、その、はいはいはい、全然仕事も来るし、はいはいはい、続けようと思ったら僕も全然続けようと思うんですけど、はい、なんかどっかでちょっと落ち着いて片手間じゃないですけど、はい、副業でそういうなんかそうですね、いろんなことしてですね、はい、やっぱこう今のこう活動っていうのがやっぱこう若手芸人が何十組集まってそれにお客さんが来てくれるみたいな、うん、とかこう若手芸人が何組かでラジオやってそれのラジオをみんなが聞いてくれてるとか、そのいったその僕たち2人であのなんか見てもらえてるっていうよりはその若手芸人っていうのの中に入ってるから僕たちもこう見てもらえてるっていうのがあるんで、なんか僕らが60歳になった時にその、うん、あのそんな風には60歳ぐらいの芸人がユニットライブみたいなのを 4組ぐらい出て4組ぐらいみたいな、ウエストランドさんを中心にそのそれの後輩を見たいですけどね新ネタライブをやるからたあの、お客さんがいっぱい来てくれるとか、うん、僕らと真空ジェシカとカナメストーンさんであの東京とか名古屋とか大阪を3組で回るみたいなのを、うん、その60歳でもうやれてそうとなんかイメージが湧かないんで、今んとこなんか僕らがまだその、どうなっていくか、うんうん、どんなこう蝶になるかガになるかみたいなのをこれ自体が今あの楽しんで見てもらえてるっていうのがあるんで、そのもう60歳になってその僕らがこう蝶でしたとかガでしたっていうのがもう60歳はもう結果として出てるじゃないですか、ね、その僕たちがあのどうやって楽しんでもらえるんだろうとか、うん、なんかあんまイメージ湧かないんで、もうその頃にはあの悠々自適に暮らしたいなと思います、ね、なんか逆に、はい、後輩に夢見せたいから頑張るみたいなモチベってないですか。あ、ですか。あ、でも確かにありますね。なんか僕も結構あるというか、はい、あのなんかいわゆる後輩というかちょっと僕らよりもキャリアの短いボカロ P とかに会うと、はいはい、いやもうこんなに稼げるからっていうのを見せたくて自分が頑張りだな、はい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 、めっちゃあります。あ、そうですね。確かにこうかっこいい先輩になりたいですよね。なりたい、やっぱ稼げるんだとか。そうです ね、 なんかね、こういうでっかい仕事できるんだっていうのは見したいですよ、ね。あ、確かにあの芸人ってやっぱこう先輩が後輩にご飯おごってくれるじゃないですか。なるほど。でモグライダーの柴さんは、はい、あ、今でこそこうたくさん仕事ありますけど、す昔はモグライダーの柴さんは週4で夜勤してたらしいんですね。で超細かったんですよ。でガリガリで柴さんとご飯行ったらあのみんな柴さんがご飯全部出してくれるんですね、はい、で2万円ぐらいパッと柴さんが出してるんですけど、もうみんな柴さんのこと大好きなんですよ。で柴さんとご飯行ったら柴さんの夜勤が増えちゃうと思ってその大好きなあまりに柴さんとご飯に行きたくないみたいなまあいい話ですけどね。そうです、大好きな柴さんとご飯に行ったら行くと2万円払っちゃうから、夜勤に行ってどんどん細くなっていくみたいなのが後輩の中であって、なるほど。で
やっぱ好きな先輩ほど、うん、あので逆に今はもう柴さんはたくさん仕事あるんで、うん、今は柴さんとご飯行っても柴さんが夜勤行かないから心配しなくていいじゃないですか。それ、 でそれが今の柴さんを見て、あ、本当に素晴らしいなってとこ、かっこいい先輩だなって思うんで、うん、僕もそういうその、あの別に僕にいくらおごってもらっても日原さんが夜勤に行くことはないんだなって思ってもらえるような。なるほどなるほど、安心させたいとか夢見したいはめっちゃありますよね、はいはい、なんかそのボカロって歴史さっき10年ちょっとと言ったじゃないですか、はい、あのまだ10年ちょっとで、はい、ここがすごい層が厚いっていうか、はい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 、だから10年の間に、はい、あのまあ聡明期にそのデコニーナさんとかその、はい、後の米津さんとかがい、はいはい、いる真ん中ら辺にあのいわゆるその須田恵那さんと北谷達也さんがいて、はい、僕らとか夜遊びとかいるわけですよ、はい、ここが10年にギュッてなってんのが、はい、めっちゃ分厚いので、はいはいはい、そのもう10年しかないのにもうあのなるほどベテラン中堅超大御所もルーキーができちゃったんですね、はい、10年の中に全員いるってことですか。そうなんですよ。で僕らが多分、まあ、10何年ぐらいとして、はい、あの10年目のうちの、まあ、頭、はい、7年ぐらいとかにボカロを始めたと仮定するんですよ、はい、という時にボカロが今後一生続くじゃないですか、はいはいはい、でボカロの歴史が20年30年ってなる時に、はい、僕らのこの7年目とかって、はい、芸人さんで誰に値するかなって思って僕芸歴の一覧を昔調べたことがあったんですよ、はいはいはい、あの芸人さんの、はい、一番が狭間寛平さんなんか、はいはいはい、をゼロとした時にダウンタウンぐらいなんですよ。そこがもう本当詰まってるってことですね。そうなんですよ。しんすけさんとかさんまさんからダウンタウンさんってその会話を聞いてると超先輩に思うんですけど そこは意外に10年以内に収まってたりみたいな。そうなんですよ。で今後起こりうることとして、はい、ボカロがずっと続いてじゃあボカロの歴史が50いやじゃあまあ僕が生きてるとして40年後とかの時に、はい、俺らダウンタウンぐらいのとこにキャリアなんだみたいなのを考えたことがあるんです。はい、それすげえなと思ってってことは今後なんなら今年ボカロ始めるぞっていう0年目の人たちからしたら、はいはいはい、もう僕らってある種もう大先輩とか。あ、そうです。今は子供の人から子供からしたらそうなんですよ。大先輩です、ね、なるし。でも僕らって言うてまだボカロを始めてから5年ちょっとで、はい、まあメンタル的には全然新人なんですよ、はい、若手と思ってるんですけど、はい、例えばそのボカロ P が集まる、まあ、同人イベント即売会があって、はいはい、そういうのってよく終わった後みんなで集まってご飯行く、はい、で僕そこに一回参加したら、はい、もうあジョンさんだみたいなその、はい、あのベテランみたいになっちゃってでも僕らってまだ全然マジで若手の気分で参加しちゃったから、はい、めっちゃ冷えがあったんだよねでもそういうのがあるならもうその若手というか新人の子に、はい、いやもう自慢できるようなかっこいい先輩になりたいですよねっていう、はい、ボカロも頑張って突き詰めればメジャーデビューしてここまでいけるんだっていう頂点をそれこそ夜遊びは見せてくれましたし、はいはいはい、紅白に行けるっていうとこ、はい、だ僕もちょっと頑張りたいなと思います。いやそう思うと夢広がりますね。いや本当にまだまだ頑張りたいですね。頑張りたいですね、はい、本当に。あ、時間ですか。おー、嫌な時間、ね、嫌な時間に真っ暗ですよ。こんなにやっぱ樹海にって言った時はと今ではなんかちょっと気持ちも違いますよね。なんかこう、ね、いや100歳まで頑張れたいみたいな、ね、やっぱ樹海じゃなかったかも。そうですね、樹海に行けば行くほど思いますね。じゃまた降りて歩いて帰りましょう。そうですね、はい、その方がやっぱ健康的。ありがとうございました。
あ、もしもし。はい、新宿までちょっと乗りたいんですけど、配車お願いしてもいいですか。はい。はい、はい、近くにいるんですけど、ダウンジャケット着てて、はい、腕まくりしてる。はい。はい。あ、待ってます。